ナビゲーター、キューブの回収を。了解しました。回収シークエンスを起動します。ほう、まったく、これだから人間は。勝負はお預けです。待て！新しいお仲間の心配はいいんですか？それでは、また。大丈夫ですか？よかった。それにしても、初めての戦いでここまでの活躍はすごいです。ああ、そういえば、まだ名前を伺っていませんでしたね。いい名前ですね。おめえやるな。悟空さん、一旦ベースキャンプに戻りましょう。他のメンバーのアシストに回ったルフィさんとナルトさんももう戻っているはずです。わかった。腹も減っちまったしな。行きましょう。俺たちのベースキャンプに招待します。心配すんな。運命ももいっぺやつを。戦争用ポータル起動します。到着しました。機械に瞬間移動させられんのはまだ慣れねえな。悟空のおっちゃんが帰ってきた。すまねえ、フリーザのやつ逃がしちまった。次会った時にやっつけりゃいいさ。あ、そうだ。それで悪いけど飯ねえか。ほら腹減っちまった。さっき俺が全部食っちまった。いや、嘘だろ。あなたたちの世界の人はここに来るとみんなびっくりするんですよ。当然だ。君たちが漫画で見ていたような想像の世界が目の前に広がっているのだからな。長官、ようこそアンブラスペースへ。ここはヴェノムズと戦う者たちが集う人類反抗の拠点だ。私はグラバー。このベースキャンプにいる者たちは私も含め、ほとんどが君と同じ世界の出身だ。彼ら以外は。単刀直入に説明する。世界というのは一つではない。我々が住む現実世界とは別の世界が存在する。その世界の名はジャンプ。このジャンプ世界から現れた敵と、彼らと共闘する者たち、ヴェノムズによって現実世界は破壊と混乱に飲み込まれた。その脅威に対抗しているヒーローたち、それが J フォースだ。 J フォースのメンバーには悟空やトランクスのようにジャンプの世界からやってきたヒーローと、君のようにもともとは現実世界の人間だったヒーローがいる。そう、今の君には彼らと共に戦う力がある。君の中に埋め込まれたキューブが君の意志に反応して力を与えた。我々はそれをコズミックキューブと呼んでいる。倒したヴェノムズから現れ出たのもまた同じものだ。そう、ヴェノムズはもともと人間だったのだ。悪意を持つ者がキューブの力を手にした慣れの果てだ。ヴェノムズは悪意を持つ者を集め、彼らにキューブを与え、仲間を増やしながら現実世界で支配エリアを拡大している。このままでは現実世界の全てがヴェノムズによって支配されてしまう。それを阻止すれば、ヴェノムズの殲滅はもちろん、ヴェノムズを生むキューブの回収が必要だ。君
も我々と共に戦ってくれない。これで君も J フォースの一員だ。期待しているぞ。